はい、ゴスキャです。やっほー。前回の動画を撮ってね、ミシンの動画を撮ってたから、これついてんだけど、ついたまんまやってました。はい。暗くなってきたね。よいしょ。カーテン閉めますか。今日も動画は3本撮りの日でございます。毎日動画撮ってるわけじゃないんだ、俺。撮れる時ってにまとめて撮ってる感じなんで、こんな感じになっちゃうんだけど、まあね、まあいろいろあります。はい、てな感じで今日は磨き動画かな。はい、タイトルはガラス板の代用みたいにやります。はい、これもね、ガラス板の代用っていう検索ワードが見つかったので、それで撮ってみようと思うんだけど、ガラス板です。これね、以前ちょこっと販売させてもらったことがあるんだけど、今はもう廃盤というかね、仕入れできなくなっちゃったので売ってないんだけど、これとこれね、うん、ちょっと大きいのがいい、ちょっと大きいのが。で、ガラス板に何を求めてるんだろうっていうところなんだけど、はい、ガラス板の用途としてはね、床磨きとか作業ね、薄く皮を削ぐ作業ね、こう皮をすくって言うんだけれど、こういう作業をするときにストンといったよね、ストンって、これ端っこも特にこの縁をもう限りなくゼロにしたいぐらいね、スッと薄くすきたい場合、これ滑るんだよね、刃が。だから、これがいいな。同じことをこいつでやったら、ガツって食っちゃうから、カッターマットだとね、こういう角度で入っていくから、ダメじゃん。これにも食い込んじゃうじゃん。そういう時に切れないでするって硬いから、っていうので、これを使う。それか、こう、っていうので、ガラス板っていうのは使うのね。うん。で、この検索キーワード、なぜ、なんだろうか。まあいいや。ごちゃごちゃーっとしたものが映ってますけども。なんか今画面を見て思った、やばい、これ落ちそうって思っちゃったね。なんでこんなに、なんで。もう、たまにはちょっとちゃんと本格的に一回あれだな。一回全部どかしてこう掃除しなきゃダメだななんて今思っちゃったな。まあいいや。はい、そう、一回ちゃんとやりたいなって。こういうものはね、これ2本あるじゃない。で、片っぽ空になりそうだったらこっちへ入れて、こういうものはね、結構中とか特にこれすごい濃い状態で使ってるから、こういうふうにロウの成分が固まったりするから、こういうのはね、こまめに掃除したりするんですよ、俺。もっとこういうとこな、ちゃんとしような、なんて思ってますけど、はい。もうちょっとこんぐらいの方がいいかな。ね、ちょっと前にもやりましたけど、ね、ゴスケアで売ってる粘りと滑り、ね、ウェットブライトとドライブライトっていうのがあります。それだけでもいいんですが、俺はそれにコーティング剤をね、ウレタントップを配合してます。よいしょ。あ、まあいいや。幅がいろいろあるので、ここで行こうかな。こんな動画前はたくさん撮ったよね。そう、ガラス板、代用。ここから想像すると、だからそのキーワードで検索した人は何を求めてるんだろうなっていうのをちょっと想像してみようと思うのね。主に大きく分けると2つの使い道があるんだけど、皆さんはどっち？あとは、まあちょっと適度な重さがあるんで、重しとして使うとか、かな。
どっちなんだろうな。どっちの用途でみんなは買うんだろう。でも持ってるよね、なんだかんだ。俺も持ってるけど映ってないじゃんね。自分の使いやすい位置で、何も画面に映るように無理した角度でやることはないよな。カメラの向きを合わせればいいってことで。俺はガラス板っていうのはあるし販売もしてたけど、なくても困んない工具になってますね。なぜかというと、僕のこの環境だと好きに使う場合はこの板を外すと、下にはツルツルに磨いてあるこの御影石の上でやってるんで、この御影石はツルツルなので刃が引っかかんないんで、ガラスと同じような使い方はできるんで、こっち爪でこうやって触るとコツンコツンってコツンコツンってするんだけど、それは平らな面にポツンポツンとへこみなんで刃が引っかかることはないのよ。だからこれをこのねカッターマットを外せばいいだけだから。じゃあなんで持ってんのっていうと、いろいろ乗っかってるじゃん、上にいろいろ。これをどかしてこれを取るんだったら、その板をポンって持ってきた方が早いからっていうぐらいの理由かな。うん、なんかちょっと時間かかってるね今回は。よいしょ。で、好きの場合はそうじゃん。で、磨く場合はあのウッドブロックだったり、ちょうど上がっちゃったんだよな、発注しなきゃなーなんて思ってるけど、こういう同じような持ち方の使い方でできるこういうのとかね、角が磨き上げてれば大丈夫なわけじゃん。それとかあの三角のやつ、三角のやつはまだ在庫あるんだよな。もうちょっと小さいタイプのやつをでゴシゴシやるから、磨きには使ってないかな。まあ磨きに使ってもいいんだけれど、いつからか、まあ誰かが書いたその技法というか、誰かがこれが使えるからこれがいいっていうんで売ってるんだろうけど、なんていうのかな、これもね、ちょっとザラザラしてるんですよ。で、ザラザラしてる方が、まあ磨き剤にもよるんだけど、この仕上がりが良いし、早いのね。それはこの、なんていうのかな、ある程度の摩擦が生まれるから、その摩擦がによって熱が出る、その熱がうまく作用してこういい感じに仕上がってくるんだけど、その摩擦が弱いんだよね、あんまりにもツルツルだと。だからガラスより木がいいっていうのはそこじゃねえかなって俺は思ってるんだ。なのでまあ代用品っていうわけじゃないけどね、一番最初に戻ってガラス板代用っていうと、磨きを考えてんだったら木とかでいいのあるよっていうのと、好きの用途で言うんだったら、そもそも土台にこういう石を入れとけばカッターマットどかすだけでいいんじゃないっていうのが、俺が答えるとするとそんな感じかなっていうのが今回の動画でございました。まあね、タイトル詐欺とか言われちゃうから、タイトルに沿ったことはやっぱちょっと喋んなきゃななんて思ってますけどね。ここちょっと足んないね、ここね。
色が変わっていくのがわかるでしょうかね。なんかね、今日は日曜日なんだけど、昨日の晩か、なんか俺がいつも見てる YouTuber さんね、土曜日にアップすることが多いのかな、やっぱりね。わーっといろいろアップされてて、わーっと見ちゃったんで、見るものが今ないんですよ。まあ、ね、登録してる YouTuber さんの動画がアップされてるのを一通り見てからワンピースタイムに入るんだけど、いつもの。これさ、ちょっとさ、要はワンピース、アニメの方じゃなくって、テレビアニメじゃなくって、原作というか、コミック、単行本で読みたくなってきちゃってさ、なんかね、いくつかのシーンをね、見ちゃったのよ、画像を。かっこいいとか、その絵一枚でいろんなのを思い出しちゃってさ、ああ、このシーンなーって思っちゃって、それを全部もう一回っていうか、俺は単行本の本では読んでないから、見たいなーって思っちゃってね。今、出てんのね、結構ね。今、106巻までか ?106 巻まで。まあ、3日もあれば読めちゃうと思うけど、そうじゃなくて、なんか、じっくり読みたいのよ。味わいながら。ゆっくり。ね、そのシーン、そのシーンを一枚一枚をこう、楽しみながら見たいなってなんかいう気持ちが芽生え始めてます。ただね、俺に足りないのは、今決定的に足りないのは時間なので、それ読んでる時間、3日も無駄にする時間があんのかいって、いうところなんだけど、でもね、今まで見てきたあのシーンはどういう風に描かれてるんだろう。まあテレビアニメと同じ絵っていうかね、構図だったりするんだけど、やっぱり一番大元になってるもの見たいじゃないね。そう、106巻セットなんていうのがね、結構あったんで、ただな、あとは置く場所だよね。置く場所。さすがに場所取るじゃん。なんせ俺んとこ狭いからさ、この工房の中を見りゃわかるけど、もう何の機械も導入できねえってぐらいいっぱいいっぱいだから、なんかレザクラ関連の本とかもここいっぱいあったんだけど、もう他のもん置けなくなっちゃったから、全部ね、さばいちゃった。よいしょ。今日はなんだろう、湿気かな。今日ね、やけに湿度が高いんですよ。湿度が高いからか、ちょっと時間かかってるね、いつもよりね。磨き上がりに、なんか湿気だろうなぁ。磨き液のこの配合は変えてないんでね。そう、このチタンビットレビューいただいてね、やっぱすごい早い、いいっていうの、あとは形がね、このうまく作れてるっていうのを聞いてね、お聞きして、そうなんだよね。そのために溝があるんで、この綺麗なつるんとした丸をね、作れるんで、それはこのハンプにはない魅力だよね。だから形を作っておいて、これで艶出しっていうのもありなんじゃないかな。こうやっぱ臨機応変じゃないけど、こういう湿気が高いこういう日、エアコンがちゃんと効いてるのか、なんか暑いもんな今。
除湿かけたりするとまたちょっと違うかななんてね。思ってます。よいしょ。ワンピースなー、先がどんどん見たくなってきちゃった。今まで俺結構先の話までネタバレしても平気な方だったんだけど、今逆聞きたくなくなってきちゃったな。よいしょ。ドレスローザの次が和の国なの？で、今も現状和の国なの？わからんけど。っていうと、もうかなり先まで来ちゃった感じ？でも700はちょっとなんだよね、今見てんの。だって1000話以上あるわけでしょ、今。わからんけど。実写版のも始まったらしいしね、それもちょっと見たいなぁとは思ってんだけど。ネットフリックスはね、契約してるんで見れるんですよ。よいしょ。ネットフリックス全然何も見てないな、俺。あの、裸の監督だっけ？あれは見ましたけどね。あれ面白かったですよ。まあ、あれやな。僕のところのあの、視聴者さんは、ほぼ男子なんで、そんな話してもいいかなと思うんだけど、でも少なからずいるからな、女子。あの中に出てくる女優さんって、まあ本人じゃないんだけど、あれ村西監督の話じゃない？で、登場人物がほら、黒木香織さんだっけ？とかね。野木真理子だっけ？違ったっけ？なんかそんなだったよね、名前ね。あのあたりの話だよね。あの監督さ、いまだにあのツイッターとかもやってるんだよ。すげえよな。すげえよ。バイタリティというか、なんというか。だって、懲役200何十年とか食らったんでしょ？それでもへこたれないしさ、借金何十億だっけ？ねえ。すげえよな。人生辛くなった時は俺を見ろ、下にいるって。ねえ。ほんとどん底を経験して今なお、ねえ、元気でいらっしゃるのはすごいよね。俺は思うんだけどさ、こんな話をたまにするんだけど、日本って特になんて言うんだろうね、こう、エロをさ、なんか、いけないものとするっていうか、まあ、なんだろうな、悪いことというか、この間もちょこっとこんな話になったけど、にしてるじゃない？で、特にそういう活動してる人間が結構いるじゃない？声のでかい人たちが。俺はそこに対してのアンチだな。もうさぁ。モザイクなんかいらねえじゃんって思うしさ。あんなことしてんから、草食系な男子たちは、モザイクの向こうを知らないからさ、現実で目の前にあるとびっくりしちゃうわけでしょ？
耐性つけた方がいいと思うよ俺。まあ今なこのインターネット時代いくらでもそんな画像は見ようと思えば見れるんだろうが。よいしょ、かゆ、蚊に食われたかもしれん。あ、蚊がいる、飛んでんの見えた。うわ、空いてるし、しかも今年でも蚊が少ないよな。叩いてない、ごめん。バチンとか急に言わしちゃって。飛んでる。取ったぜ。よいしょ。殺生はいかんと言っても可愛いだろう、蚊は。今年でも蚊少なかったな。もう9月ですけど、まあ刺されてないことはないんだけど、あんまりいなかったよね蚊ね。うん、蚊がブンブン飛んでってのはあんま感じなかったもんな。だからベープなんて焚いてないよ今年ここで。あまりにも暑すぎてボウフラが湧かなかったっていうのもあるんじゃないね。あ、そうそう、村西監督さ、あれだってものすごい借金したのってあれがあれでしょ、なんだっけ名前忘れちゃったんだけど、 CS とかあったじゃない、今もあるけどさ、 BS、CS で CS スカイパーフェクト TV、 あのチャンネルを一つ、だってあんなとこに参入するのってとんでもない金、あのお金が動くじゃん。そこへ入ってってエロ専用の、何ペーパービューのね、チャンネル作ったもんね。あれはすごいよな本当に。だから本当お茶の間に誰もの家にあるテレビそのまんまにね、契約すればそこでポンっていつだってこうそのチャンネルにね、そういう画像が流れる世界を作ろうとしたわけでしょ。すごいよね。後にも先にも村西さんだけじゃないのあれって。そう、裸の監督だっけ、全裸監督かね。あれ見ると本当にこういろんなトレンドも作り出してきたしね。もういろんな文化が変わったよな。でいろんなそのいわゆる利権みたいなね、だって世界中でもさ珍しいんじゃない、こんなモザイクがあれば OK みたいな国は。でもそこにはさいろんな利権みたいなものが絡んでるみたいなさ、そんなところまでね、あのやつではわかるよね。なかなか見応えがあって面白かったです。あれ、ネットフリックスだけか見れんの。ね。よいしょ。ああ、そうだ、今思い出した。ネットフリックス入ったら見ようって思ってたものをまだ見てない。まあ、随分前から入ってんだけど。なんか印象としてあれだな、今使ってるのちょっとあれが濃いかな。ウレタントップがちょっと濃いような印象があるな。もう少しドライブライト滑りを追加した方がこういう天気の時はいいんじゃないかな。
それこそ湿度が高い用とか低い用みたいな、そんな配合で、変えることもできそうなんだけどね。よいしょ。なんかグダグダと全然違う方向に話がいっちゃいましたけども、今回の動画はこんなもんで終わろうと思います。かゆい、やっぱ食われてるカニ。じゃあね、バイバーイ、また遊びに来てねー。